ストーンズ M ステがツッコミどころ満載。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、昨日放送されたミュージックステーションの方でストーンズがですね、最新シングルのゴングとここに帰ってきての2曲を歌ったんですけども、まあね、その歌唱シーン以外のところでやっぱストーンズって面白いなっていうなんかツッコミどころがねいっぱいあったんで、今日はねそちらについてお話ししていきたいなって思います。いや、皆さん見ましたか？もちろんね、パフォーマンスかっこよかったし、パフォーマンスの話もしていきたいなと思うんですけども、なんかね、そこ以外の部分が面白すぎたというか、なんか本当に自由人というか自由なグループだなって思いますよね。まず少しだけですね、概要をお話ししていきたいなと思うんですけども、こちらはですね、ストーンズの13枚目のシングル「ゴングここに帰ってきて」で、まあ、7月10日にねリリースされたばっかの楽曲になります。でこちらはですね、田中樹くんが出演している日本テレビの悪魔ゲームの挿入歌だったりとか、ここに帰ってきてに関しては、まあ、キョモのね、映画の言えない秘密の主題歌となっております。まあ、どちらもね、ストーンズの、まあ、ドラマのお仕事、まあ、映画のお仕事でこのシングルの2曲を飾れるっていうのは、やっぱりそのスノーマンもそうですけど、人気があるグループじゃないとできないことかなって本当に思いますよね。なんか当たり前にスノストってやってますけど、これがどれだけ難しいか、すごいことかって感じですよね。で早速入っていきたいと思うんですけども、内容の方に、まず何がいいかって、まず階段降りるとこっすよね。まあ、前回というか最近ね、 M ステの方がもともとね、その登場シーンの時にね、階段から降りることがあったと思うんですよ。けどそれ何年か前ぐらいからもう階段降りやめて、定位置定点で演者の人たちが座ってそのまま M ステが始まるっていう構図が多かったんですけど、まあ、M ステのこの定番というか、 M ステといったらっていうこの階段降りっていうのが復活して、多分ストーンズそこから2回目かな。まあ、前回もねめちゃくちゃふざけてたんですけど、今回何が面白かったって、前回その慎太郎が割り箸をねずーっと持ってたんですよ。多分あれ楽屋にあるやつなのかな。ずっとその音色を歌ってる時に、歌ってる時も持ってるし、階段が降りる時も割り箸をなんかアピールしたんですよ当時は。で今回は割り箸でなんかマジックみたいになってるんですよ。なんか浮かせてるんですよね、ハンドパワーみたいな感じで。なんかそれでまず普通に最初見た時に、え、慎太郎すごくねって思ったと同時に、また割り箸かいみたいな、どんだけ割り箸やんだよ、あ、それ前回もやってたなみたいな、なんか全部つながるんですよね、その一瞬で。でキョモがちょ、ダメじゃない慎太郎みたいな感じで注意してる感じ。だからね、その慎太郎の割り箸ネタでもう一回なんかボケてくる。で、キョモがちゃんと注意する、すいませんみたいなのも面白いし、なんかね、結構ね、2、3回見返したんですけど、ちょっとわかんなかったんですけど、なんかね、コウジくんがティッシュをね、なんかウェーイって持ってますかね。確かね、前回もティッシュ持ってたと思うんですよ。M ステのなんかティッシュをね、コウジくんが。だからまた、コウジくんはティッシュつながれてボケてきたのかなっていうとこと、まあ、確実に言えたのが、ホックンがこけてたんですよ。なんか前回も、てかホックンは毎回か、なんかその前回も割り箸を持った慎太郎の方が階段降りてくるときに目立ってたんですよ。で、ホックンは誰が気づくのっていう変な方向歩いてこけってこけてたんですよ。で、今回もこけてたんですね、ホックンが。最初見たときになんか誰かこけてんのかなみたいな思ったら、あ、ホックンねみたいな。しかもね、すっごく一瞬なんですよ。なんかね、僕そのスローで進めていくと 0.5 倍速とかで見えるんで、なんかホック、あ、誰かこけてる、あ、ホックンかみたいになるんですけど、あれ普通になんか流れで見てると一瞬すぎてマジ気づかないというか、そのホックンがこけるっていうので、なんかまたボケて重ねて面白いですよね。ジュリがなんかねポーズやってたのかな、ちょっとわかんなかったんですけど。で、まあストーンズと20で迷宮ハッピー、縄跳びダンスやってるんですけど、なんかね、一番ね、ジュリがなんか生き生きしたんじゃないかっていうぐらい、ジュリがなんか楽しそうでしたよね。なんか縄跳びダンスといったら、ジュリがね、あの紅白のトップバッターでグッドラック歌ってる時に、もう緊張しすぎて記憶ないって言ってたんですけど、なんか NiziU のね、あのダンスを踊ってたんですよ。NiziU がね、その近くにいたから、トップバッターで緊張しすぎて
このメイクハッピーの振りをやったことすら覚えてないジュリがまた今回テレビで改めてできたっていうのが面白かったですよね。このメイクハッピーのネタもそうですし、階段が折れるネタだけでこんだけ喋れるっていうのはやっぱストーンズ面白いですよね。で今回ね、ここに帰ってきても歌って、まあ、ここに帰ってきてね、やっぱ最初ジェシーが歌って、まあ、シンターが、ね、気持ち外しかけてたかな。でやっぱ今日までまたね戻してっていう感じで、まあ、今回その2曲連続で歌ったじゃないですか、ここに帰ってきてとゴングを。だからここに帰ってきての終わり方がなんかスッてバックの音がなくなるんですよ、バックグラウンドというか。みんなでここに帰ってきてって歌った後にキョモが会いたいからっていうところが音がなくなって今日もだけのアカペラになるんですよ。あそこがねもうマジで、今日の声も顔もこの全身白っていう全部含めて本当になんか天使なのかなっていうぐらい綺麗な顔ですよね。いやめちゃめちゃ顔綺麗だよね。なんかもちろんストーンズといったらホックンがじゃあ一番イケメンなのかなとか、キョモとかなとかジュリとかっていろいろあるじゃないですか。けどなんかそのストーンズとかじゃなくてキョモってこの旧ジャニーズ現スタートエンターテインメントでもトップぐらいに綺麗な顔じゃないですか。なんか永瀬廉くんとか、まあ、今辞めちゃいましたけど平野翔くんとかとはまた違う種類のイケメンなんですよね。イケメンというか美男子というか。でゴングもねまたもうバチバチにかっこいいじゃないですか。なんかやっぱこのゴングとかね、僕はこの暴れろとかブンパワーみたいなこのゴリゴリの楽曲好きなんですよ、ストーンズの全身黒みたいな。で、まあ、サビのねうおー暴れだーその時にジェシーがねうおーミュージックステーションって言うんですよ。なんかやっぱそういうねちょっとした掛け声というかそういったところに一つにしてもなんだろうね、やっぱそのなんか歌をそのまま歌うのはもちろんいいんだけど、こういうなんかいろんなアレンジを加えてくれてる方が聴いてて楽しいですよね。カウントダウン TV の時のゴング、 M ステの時のゴングみたいな違いがあるし。でなんか最後さ、今日もさマイク落としてました。なんか誰とぶつかってたのかな。なんか多分ね今日もマイク落としてた気がして、なんかすごいよね、こんなサプライズあんだって。なんかストーンズってまあ、なんかねホックンがねあスニーカーをね吹っ飛ばした事件とかもあったじゃないですか、カウントダウンとかで。で今回ねマイクを吹っ飛ばすってところでねいやなんか今日もさっきまでのこの会いたいからっていうこのすごい美男子からこのゴングの時の頭をもうほんと一番振ってんじゃないかっていう、結構ホックンとキョモが一番頭振ってたと思うんですよ。なんかそういう破天荒っぷりとこの美男子の二面性を持ってるのが、今日自身もね二面性あるじゃないですか。今回のゴングとここに帰ってきても二面性あるのに、今日自身もこんな二面性あるのは、もちろん、ね、みんな二面性あるんだけど特に今日が今回二面性がすごく感じたかなと思いましたね。なんかマイク落としちゃった音もコンみたいな音もなんか多分聞こえてましたよね。でもなんかこれもこれでまあでもできれば落としてほしくなかったけど、これもこれでストーンズらしいっちゃストーンズらしいっすよね。はい、今日はですねストーンズの M ステの方でですねここに帰ってきてゴングの感想についてお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね階段のネタだったりとか今回の好きなシーンとかぜひコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですねこういったストーンズスタートエンターテインメントの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなって思います。階段ネタまた次も楽しみにします。またね。